方に正解なんてない。それは分かっている。でも変わることを恐れる人が多い社会より、何かを変えようという意思を持つ人が多い社会の方がよっぽど健全だと思う。賛成。新しい生き方。変わる。あなたとマイナビ転職。今回の宮崎さんの設定が旅人ということ で、はい、ちょっとなかなかないなと思うんですけれども、こう何かこう演じる上で心がけられたことってあるんですか？監督にこう多分このキャラクターの人はちょっとこう人との距離感が少し近い方子だっていうことを最初に言われていたので、割と他の共演者の方にもすいませんって言いながら肩をガシガシって掴ませてもらったりとか、腕を組んだりとかっていうのを積極的にしていました。子どもの頃からそのものを作るという中に関わらせていただいていて、10代の頃にどれだけ現場が大変でも現場のスタッフの方がすごく生き生きとキラキラとお仕事をしていて、なんか好きなことを職業にしている人っていうのはこんなになんかいい顔をされてるんだなっていうのを子供ながらに思っていたんですね。そういう顔をして仕事ができる素敵な大人になりたいなというのはずっと思っていて、今も変わらず思っていることですね。でも楽しむということですかね。一番はやっぱりこうちゃんと楽しいと思える環境に自分がいて、まあ、いろんな方との縁があって今があるので、いろんなご縁を大切にしながら一生懸命やっていきたいなと思っています。コマーシャルの中で賛成新しい生き方という言葉に出しているシーンがあるんですが、やっぱりなんかこうとても前向きな言葉だったので、発していてもいい言葉だなと思って、それにすごく自分が共感しているなというのは感じましたね。2018年どんな年にしたいのか教えてください。お着物の着付けを改めて学びたいと思っています。多分2年くらい前に一度自分で着れるようにはなったんですが、また今年着ようと思ったらすっかり忘れてしまっていて、なので今年はちゃんとこう着物が身近にある生活に憧れているので、自分で着れるようになってお出かけできるようなのが目標です。お正月に家族に会う時にお着物を着てみんなに会いたいというのが最初のあれだったので、お祝いの場所とかの席でちゃんとこう綺麗に着られるようにを目指しています。何か今の状況を変えて新しいことを始めるというのは少し勇気のいることかもしれませんが、きっとそれが本当に自分のやりたいことであったり、そこに自分の意思が強くあれば、きっとこう何があっても力強くそこに向かって進んでいけるのではないかと思っていますので、そんな方たちの応援をできるようなコマーシャルにもなっていますので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思いますし、私も陰ながら応援しています。本日ありがとうございました。宮崎さん、すいません、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。お幸せですか？新しい生き方、生活はいかがでしょうか？よろしいでしょうか？では以上でお幸せですか？おめでとうございます。今何が一番幸せですか？おめでとうございます。